だから忘れてくれ。俺が今までお前に言ったこと全部、今の俺じゃお前を幸せにできるはずなんてない。そう言い残し、スバルさんは家を出て行った。You're my special、 世界で一つだけの大切な笑顔、君を誰にも渡したくない。 We love Survivor、 微笑みはサンライズ頃照らす、君というサプライズそばにいる奇跡、この歌が鳴る愛のシグナル、 Everybody fight on、 Life on Victor、 運命さえ奪いたい。初めて会った時よりも君に夢中だから、近くにいるのに愛だけが遠すぎる。君を巡り巡るみんなが手強い一人だけの特別な人さ、その手を離したくない。 We love Survivor、 愛してる。 For you、それから春ニレの木が赤い花をつける頃になり、スバルのことが心配なのか。どこにいるのかな。食事とかどうしてるんだろう。何、子供じゃないんだ、大丈夫だ。マサオミさん、スバルから連絡が来たよ。本当ですか。ああ、しばらくは大学に泊まり込むだけだから心配しないでくれって。そうですか。スバルにとっても大きく生活が変わる年になりそうだけど、カナメは本山で修行に入るし、イオリも留学が決まってうちを出るみたいだし。え、それぞれに変化の年なんじゃないかな。なんだか家族がバラバラになっちゃうようで寂しいです。でもね、家族ってそういうものじゃないかな。みんないつかはここを巣立っていくというか。そりゃ寂しいけど、でもこの家が兄弟にとっての帰る場所であればそれでいいって僕は思ってる。もちろん君にとってもね。はいはい。あーん、いい子にはご褒美だよ。そして大学の合格発表の日がやってきた。はあ、ドキドキする。見るの怖い。おっしゃ、おめえの番号あったぞ。え、やったな、やったやった、本当によかった。ユウスケ君。悪い。ありがとうね、自分のことみたいに喜んでくれて。足りねえだろ、おめえのことなんだし。ユウスケ君も受かっていますように。ダメだった。まあしゃあねえな。でも絶対来年は受かってみせる。おめえと同じ大学行きてえし。ユウスケ君。そうか、ユウスケはダメだったか。うん、先に私の合格をチェックしたのは、自分が落ちてるのが分かったら私が喜べなくなるって気を使ってくれたんだと思う。ガサツなやつではあるが、そういう優しさはありそうだな。妹ちゃん、ちょっといいかな。合格おめでとう。ありがとうございます。
これで俺も心置きなく修行に行けるよ。正臣さんから聞きました。修行に入るって本当だったんですね。俺もいい加減妹ちゃんへの煩悩に打ち勝たないと。要さん、兄らしくなるまできっちり鍛えてくるよ。そんな顔しないでいい。これは俺の問題だからね。あ、そうだ、旅立ちの前にお兄ちゃんって呼んでくれない？え冗談だよ。じゃあね、行ってくるよ。行ってらっしゃいお兄ちゃん。そして伊織さんからも家を出るという話を聞いた。僕がいない間、花の水やりお願いしてもいいかな？もちろんです。この花を育ててもらいたいんだ。なんていう花ですか？忘れな草だよ。忘れな草。僕のこと忘れないで。忘れるわけないじゃないですか。いつか笑顔で会えるといいな。ん？眠れないのか？みんな次々と家を出ていくことになって、なんだかいろいろ考えちゃって。地位が悪いわけじゃない。誰しも一人になって考えたい時があるんだろう。タルちゃん、今度は一番速いフォーミュラーカーを使ってみたら？私はクラシックカーを使うから。それはダメ、実力で勝たないと。え、僕ね、ゲームも勉強もすっごい頑張って、それですっごい社長さんになって、お姉ちゃんにふさわしい男になるんだ。タルちゃん。じいちゃん大丈夫？ジュリさんから元気ないって聞いて。スバルンとかがお家出てっちゃったから。僕も大事なお客さん二人転勤でいなくなった。でも二人とも言ってくれた、引っ越してもいつかまた来るって。大切な人だと思ってもらえれば必ずまた戻ってきてくれる。だからそう思ってもらえる人になりたい。そうですね。本当にちいちゃんも困らせようと思ってる人はこのうちにはいない。みんなちいちゃんのこと好きだから。だからみんなを信じて。椿さんとあずささん、卒業式前で忙しいかもしれないけど、次の日曜日よかったら3人で遊びに行かない？大学合格のお祝いだよ。3人で？ということはあの2人ようやく地位のことを諦めたのか。行かなきゃ。椿さんとあずささんにきちんと返事しないと。やっぱいいね、何度乗っても飽きない。大丈夫？楽しんでる？はい、家族とこういうところに来たことはなかったので。眺めいいね、ちょうど夜景に変わるいい時間だったかも。それに誰もいないしね、俺ら3人だけ。そうだね。どうしたの？かぶった。ほんと仲良しですね、椿さんとあずささん。もちろん。ん？でも私が朝日奈家へ来てからいろんなことがあって、私がいなかった頃はきっとなかった衝突が起きたり、
椿さんとあずささんのこと、私なりによく考えてみました。そして分かったことがあるんです。どんなこと？聞かせてほしいな。私、お二人のことが本当に好きです。でもそれは兄弟としてで、お二人の気持ちに応えることはできません。君の気持ちは分かった。だけどどうしても言いたいことがあるんだ。どうしても伝えたいことがある。それでもやっぱり君のことが好きだ。きちんと気持ち伝えられたかな。ちょっといいか。スバルさん。いきなり出て行ったりして心配かけて悪かったな。いえ、戻ってきてくれて嬉しいです。あの日は夏兄を殴ったりして本当に反省してる。俺ひどく混乱してて、夏兄に謝らなきゃって頭では分かってたけど、どうしてもできなくて。今考えても俺の行動は自分勝手だった。あんなことしたらお前をどれだけ傷つけるかまるで分かってなくて本当にすまなかった。もちろん謝って許してもらえるとは思ってない。でもどうしてもちゃんと謝りたかったんだ。じゃあな。スバルさん、話してくれてありがとうございました。嬉しいです。今の俺はまだまだだけど、必ずちゃんとした男になってみせる。その時の俺を見てほしい。こうして高校生活最後の夜が終わった。とうとう卒業だな。うん、なんだかあっという間だったような。あ、わかんねえけど、これからもよろしくな。って何言ってんだ俺。なんだ、サプライズだよ、サプライズ。さ、中へどうぞ。おお、すごい、素敵。うまそう。ゆうすけ、出て。え、ちょ、俺今日の主役じゃねえの。まあ、あんたはおまけみたいなもんだから。おまけとはなんだ、おまけとは。ゆうすけ、どうした？顔色が悪いようだけど。これ何なの？補欠合格。え、マジ？やったね、合格だって。よかったじゃないか。おめでとう。これは本当におめでたいですね。頑張った甲斐があったじゃないか。ゆうすけくん、俺合格したのか？え、いや、だからこれ本当に合格なのか。つまりそのおめえと同じ学部に通えるってことなのかどうか。もちろん通えるよ。本当に本当か？本当に本当だよ。そうか、俺おめえと同じ大学に通えるのか。うん。もうよかったよ、諦めねえで。俺正直他の兄弟に比べたら自分はダメなやつだって思ってた。でも今回分かったんだ、
俺だって結構やれるって。だからこれからは絶対諦めねえ。はいはい、頑張る宣言はそれぐらいにして、パーティーを始めましょう。おわ、もうおまけとは言わせねえ。マックスとコラじゃん。ありがとうございます。マックそれも取って。じゃあ正直に聞いてる。フート君、何何、あのテレビをつけてもらってもいいですか。ポチッと。それでは中継で朝倉フート君を呼んでみます。フート君こんにちは。今日は番組を通してメッセージを伝えたい方がいるそうですね。はい、実は今日僕の姉さんが卒業式でどうしてもお祝いの言葉を伝えたくて。姉さん卒業おめでとう。僕に楽しい日々をプレゼントしてくれたお礼はたっぷりするから期待しててね。あの野郎。それからみんなに宣言しておくよ。僕は誰のものにもならないけど、僕のものになりたいって気持ちにさせてあげる。だから覚悟してついてきて。おっと、ファンみんなへの熱いメッセージもいただきました。やれやれだな。今のはファンへのメッセージじゃないね。ほざいてろ。つかムカつく。え、誰がテレビを消したのかは結局パーティーが終わってもわからなかった。あの、今いいですか。お話ししたいことがあって。もちろんだ。私決めたんです。決めた？はい、今は誰ともお付き合いをしないって。そうか。この家に来てからびっくりすることがたくさんあって戸惑いました。なんて答えればいいのか。そんな私の曖昧な態度がどんどん状況を悪くしてしまって。優しいだけだよお前は。でも良くなかったと思います。私にとって皆さんは兄弟で、一番大切なのは家族全員が幸せでいることなんです。それがはっきりしている以上、もっと早くきちんと言うべきでした。でもつまり俺たちは嫌われたわけじゃないんだな。もちろんです。私にとって大切な家族であり兄弟ですから。わかった。すみません、おやすみなさい。待ってくれ。お前の気持ちはよくわかった。だけどそれでもやっぱり俺はお前のことが好きなんだ。その気持ちは変わらない。これからもずっと。ごめんな、こんな兄貴で。おやすみ。逆襲されちゃったね。ヒカルさん、よく頑張ったね。愛の告白を断るのってパワーいるのに。ほんとあの答えは良かったと思うよ。あれならみんな希望を感じられるだろうし。どういう意味ですか。あんたとしてはいろいろと終わらせるつもりだったんだと思うけど、それが逆に火をつけちゃったかもってこと。そんな。見てこれ、誰があんたを落とすか楽しみでオッズ表を作ってたんだ。オッズ表。そう、でもさっきのあんたの言葉でこのレースは終わりを迎え、このオッズ表も無駄になったわけ。その代わりこれから次のレースが始まる。つまりブラザーズコンフリクトはまだまだ続くってこと。でもってそれには俺も参戦するからよろしくね。え、ごきげんよう妹さん。しばしの安らぎをどうぞ心ゆくまで。どうしたち、
オシトモとまた何かあったのか。うん、気持ちはちゃんと伝えられたと思う。まだ不安要素はあるがな。だが大丈夫だ。チーのことはこの私が守る。必ずチーを幸せにしてみせる。ねえジュリ、ジュリは…あ？ううん、なんでもない。あの葉っぱみたいに心が揺れることもあるかもしれない。でもいつかきっとみんなと本当の家族になれると思う。本当の兄弟に。どうすればいい？教えてくれよ。泣かせるつもりなんてなかったんだ。嘘つけ。まるで世界を手切り回したよ。僕は彼ほど意地悪じゃないよね。酸素を持ってるの。可愛い。拒否してるの。シャラすぎるキャンディー。噛み砕いた感触。焦るようなくぐりするようなハートレイ。あいつに会いに来たのか。お前も同じなんじゃないのか。うちを出てたんだろ。たまには顔を見たくてな。でも夏兄の気持ちとは違う気がする。どう違うんだ。俺はあいつの気持ちを尊重したいと思ってる。だからいつかあいつの気持ちが変わったら、その時はあいつを支えられる男になって迎えに来るつもりだ。スバル、乾杯だ。今日は帰るよ夏に。だが勝負は降りない。いつか必ず勝ってみせる。受けて立つよ。相変わらずバトってんな。そう、いい感じに見えるよ。ま、俺たちには関係ないけどね。だね、僕たちは彼女と3人一緒に仲良くだから。まあ、いずれその時が来るまで。その時は遠慮しないよ。俺もそのつもり。はあ、もうたまに帰ってくりゃバカに出くわすなんて最悪。なんだとこの野郎、アイドルだからっていい気になってんじゃねえぞ。同じ大学に通うからっていい気になってるのはそっちでしょ。ま、僕的には兄貴たちのことなんて眼中にないけどね。どうせ勝つのはこの僕だから。悪いが勝つのはこの俺だ。けっ会いたい時に会えるけど、愛をささやき合うには近すぎる。君のことが好きだ。それが私たち兄弟。